よし。ですね、ちょっとね、なんか、移動させるのにすごい時間かかるんで、ここまでカットしたんですけど、ですね、まあ、こんな陣形で、森に、こう、味方を連れて、まあ、なんとなく、こう、回避率を上げられると思うんですよね、多分ね。で、敵がね、こんな感じで、ね、めっちゃ来てるんですよね、飛ぶやつ。飛ぶやつらがすげえ来てるから、ちょっとこいつらは、ちょっと街で倒そうかなと思っております。そうすると多分ね、厳しいんじゃないかなということで、動画を、もうちょっと前にさして、こんだけしか動けんのかいい。で、ターン終了。はい。OK。さあ、来い。かかって来い。さあ、俺に。お、やはりこんな戦いは我慢できない。パオラ、エスト。え？え、帰っちゃうの？え？戦線離脱？え？お前ら全員帰るの？何人か来るだろ？お、来て来て来て。おお、やっぱマルス狙ってくるか。なんだ？俺がマルスだぞ、お前。おお、銃も食らった。しかもこっち1しか食らう与えられない。やべえ。え、なんでこんな強え？なんでこんな強えんだ？おかしいぞ。そういう能力なんかな？銃食らって、相手 1？ 能力値どんな？守備力高 !14! バカじゃねえの？バカじゃねえの？レベル1なのに？守備、うわ、ここ、え？その代わり素早さがゴミなんかな？素早さ何本マルス？9。いや。え、マジで？強すぎだろ。うーわ。マチス、俺ね、よし。こいつが、ナイトキラー持ってるから、相当削れるはず。詰んだ？は？なんこいつ。意味わからんのやけど。弓じゃないと食らわん？鋼の弓いっちゃう？いや、マジで。おお、弱っ、うんこやん。雑魚やん、雑魚やん。なんだよ。え、弓、まあ、マルス死なんともけ大丈夫やけど。え、急に、うわ、しかも弓使い一個しかないな。あ、マジで？そんな食らう？弓使い一人しかいないなぁ。しかも、やばい！マジか。そうなんや。全然知らなかったなぁ。逃げてるね。あれ？あれもうあれ？戦う感じ？絶対追いかけられんし。あ、マルスに来るか。あ、マルスしないやろ。6。大丈夫。あ、全然いける。全然いける。はい、レベルアップ。お、マルスレベル、もうマックスになるぞ。俺、まだレベル11やけど。気が早いっつってから。はい、大丈夫。全然余裕ですね。うふい。どうしたって感じやな。で、マルスでレベル上げるのはちょっとあれだ。ゴードン行くか。ゴードンレベル上げるか。よし。これ鋼の弓やな。よし、これ絶対死んじゃうやろ。絶対とは何なんだ。あ、ジータやめとくか。バツ、レベル高いな。サージ。よし、マジ、よし。やっぱマジでしょ。マジで、おのー。マジおのー。ドゥス。オッケー。よし、レベルアップ。いい感じ。やっぱマジはね、強くせないな。あとは、サジ行くか。もう戦士好きやね。まあ、戦士は防御力高いからな。はい。はいやー。はいよー。死ぬ。あー、どうしようかなー。あと何本やったっけ？あと3か。こいつは傭兵やっぱ使われてるか、青熊行けい。鉄の剣。どすこい。
よし、オッケー。あとマルス、ちょっと、あれやな、回復させないけんな。でも回復するだけやともったいないからな。リライブはここで使うのはもったいなし。誰が持ってたっけ？こいつが持っとんか。ん？あ、こいつ、奥のやつが持っとんか。こいつ持っとんか。あ、しかもこいつ弓使えるんか。なるほどね。マチス。あれ、マチスダメージ食らってたっけ？マチスは ?9 か。結構食らってるね。動画でいくか。動画でいきますか。で、一旦ターン終了して。まあ、相手はもう来ないもんね。もう逃げるだけもんね。もうどうしようもないよね。さよならーって言ってから。あ、あれもしかして、ジータで行けば仲間なる？多分あれ、あいつ、ミネルバやね。あ、これ仲間なるかもしれんぞ。ジータで行ったら。よし。行け、ジータ。端から攻めるんや。よし。で、マルスは回復ね。マルスばっかり狙われる。動画はどんな感じ？ここで一回待機して短縮だな。よし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 。で、次はちょっと攻めるか。準備満タンだからね。よしよし。で、こいつで、扉を開けて、持ち物、扉の鍵、使う。ウルフは扉の鍵を使った。扉が開いた。よし、動画行けー。こっちね。攻撃、鋼の剣。一体しか攻撃できんかな。ドスいいね。いいね。あと何本？あと7ぐらいかな。よし。いい目だ。7やったらゴードンでも倒せるかな。どうかな。ちょっと微妙なところか。マジ行くか。うわ、届かんし。手斧でいけるんじゃない？手斧でいけるでしょ。おい、右。手を飲んで、ドン！よし！いいね。こいつは何も、あ、こいつマチスか。あ、じゃあいいや。これで攻撃して、弓のゴードンで行くね。鉄の剣、はい！オッケー！全然オッケー！いや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 。あと7か、やべえな。倒せるかな。倒せんやったらマチス結構やべえぞ。死にはしないと思うけどね。はい。やばい。やばい。あららららららら。で、こいつ来るの？こいつ、なんぼ？移動力7。1、2、3、4、5、6。あーやべ。やばいぞーや。めっちゃやばいぞー。やべえぞ。マチスもしかしたら死ぬかもしれんな。死んだら嫌やな。うわ、傭兵来るか。うわ、マチス来るか。避けろー。よろよろよろ、お、与えられない。どうや、お前は効かん。今回このゲームもしかして、あの、武器じゃなくて、その、なんだろう、相手の属性とか種族であれなんかな、攻撃の値値が変わるんかな。これは大丈夫？もしなんねだ、絶対しなんねだ。なんだなんだよ、そういうことなんかな。鉄の剣程度じゃ、鋼の剣持ってんじゃん、こいつ。やべえじゃん。こいつ倒すか、先に倒すか。手斧でいく？もうマジでね。マジ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 。手斧。はい。これ倒したいね。これ倒したいよね。すげえ倒したいよね。ん？こいつは誰だっけ？あ、こいつ攻撃できんやつね。こいつがやばいから、こいつは先に倒そう。鉄の剣、ドーン！怖え。まあ、こいつは傭兵からダメージは受けられないから、絶対死なない。ゴードンなんだよな、問題は。届かんし。これ左のやつ、倒せるやろ。動画で。鋼の剣。あ、やべ、間違えたー、間違えたーん。まあ、しょうがないし。これはしょうがない。これはしょうがない。じゃあ、こいつ、あれやろ？どうせ何も持てないやろ？で、一撃やしないのやろ？じゃあ、ゴードンで、この、遠くからの、弓ですね。鋼の弓。ドッス！ 7。
経験値7しかもらえんのか。でもゴードン倒したいな。で、マルス、まだ回復せんのか。お前3段ぐらい経ってるぞ。とこのゲーム、回復せんなマジで。まあ、相手来るかな、ちょっと、怖いぞ。ハーディンでね、行くしかあるまい。で、ハーディンと、このね、何も持ってないこいつがね、助けてくれるでしょう。多分。身代わりとしてね。さあ、行くぞー。これは右、あ、動かねえじゃん。右のところ、ここだけしか動かないの。全然動かんじゃん、お前。何してんの、お前。これゴードンで倒すよ、これ。これゴードンで倒したいよ。鋼の弓。鋼の弓いっぱいあるからね。はい、ゴードン、ドン。よし。これレベル上がっちゃうんじゃない ?28 か。全然もらえんな。もっともらえてもいいような気がするけど、だってこいつレベル3だぜ。ひっけー。これは、これ馬やったらいけんのかな、もしかして。いつもなんか通れんのよね。たずられんけど。なんでやろうな。とりあえずこれ待機してみるか。よし、じゃあ動画で。もう動画が遅いんだよな、この。よし、マチスも、HP 低いな。こいつも回復だな、上で。マッツも回復だな、つか。こいつ誰だっけ?バーツだっけ?サジか。サジもう回復戦でいいな。マルス、マルス、一旦で5種ぐらいしか回復せんのか。なるほどね。まだ届かんのか。もう行っちゃっていいか。こんにちは。あ、オランクナットや。あ、仲間にできたかもしれんのに。オランクナットやん。うわ、くっそー。もう一回やり直していけどしょうがない。あ、ミネルヴァ、名前がかわいいのに。ミネルヴァって名前かわいいか?なんか怖いイメージがあるけど。うわー、どっか行っちゃったか。しょうがないな、これは。会話があったー。会話があったー。全然会話があったなー。びっくりしたー。そんな食らうんや。会話があったーとか思ったら、道具も急、うわー、何歩食らった？てか何歩やった？防御力。防御力6。で、14の16食らったのか。16。16っていうか ?16?16、22! あいつ攻撃力22もあんの?やば。無理。さよなら。私は逃げます。さよなら。22の攻撃力?パーツは?守備力は7。22だから?15。15食らう。死にはせんのか。パーツで行くしかないな。攻撃はできないから、持ち物をハンマーに変えて装備して待機やな。ふぅ、マジっすか。あとマルスで行くしかないんか。マルスか、バーツやな。傭兵とかは無理だもんな。キルソードでも絶対無理だもんな。ハンマー系のやつらだな。やっぱ動画やな、でも。動画は。ハンマー系のやつら、遠いんだよな。だってね、マジがここにおって、上に、こんな遠いところに、サジがいるし、マチスでもいいな。マチスでもいいな。マチスでも全然いいな。マチスで行こう。で、とりあえずこれでどんだけ食らうかやな。うわ、完全にオールカットしようかなと思ったけど、この、つえ。ボスが強い。15、あ、やっぱ15なんやな。やるね、バーツ。パーツやるやん。回復すんだよな、あいつ。とりあえずこいつ、ん?待てよ。こいつ鉄の剣、鉄の槍無理やん。お前じゃ多分ダメージ与えられない可能性がある。とりあえずこいつ倒して、ああ、避けちゃった。14やもんな、でも。ダメージは与えられるかな。ハーディン自体攻撃高いもんな。まあ、今1上がったきゃあれやけど。攻撃力自体は11やもんな。まあ、こいつ、ハンマー持ってるから。
あと何本あいつ17、超強いじゃん超強いじゃん。まあどうしようこれ、まあどうしようこれ、ハンマー、いや多分マルスがおったらマルス狙ってくると思うんだよ。で何本やったっけ、 22 食らうんやろ。15食らったら2回攻撃されたら死ぬね、死ぬね、やばいですね。まあクリティカル食らったら完全に死ぬんやけど、まあ運が強いから大丈夫とは思うんだけど、鋼の剣を装備して、でこれでリライブ回復しようか、もったいないけどしょうがない。まあいつかどっかでリライブ手に入るでしょう。よし、ターン終了。さあどうなる、どっち狙うかな、上狙うかな。おお、なんかいっぱい来た。4しか食らわんのか、やばいな、いっぱい来た。うわやべえ、左のやつ死ぬ、誰だっけ、くそ、俺そこに回復に行こうと思ったのに。あ、マルス狙うの、どうでもいいわ。左マルス狙ってくれんかな。あ、そいつはもうどうでもいいわ、そいつはねすごくどうでもいい、死んでもいいよ。マルス狙うかな、マルス狙うか、アザース、いいですね、すごくいいですね、よかった。もうあれなんかな、あのゲーム性でマルス狙われるのやったんだよね、よかった。あと6しかなかったもんあと6ってやべえな。よし、倒すかも、これ敵こいつ倒さな、どうしようもねえな、ハンマーで。うる、死に、避けるのか、あと2、食らったら死ぬんか、まあリライブしとくか。うわできんし、くそこいつナイトキラー持っとうし、素早さが高いから確実にやりたいから銀の杖で、ああ剣で一撃、よしいいね、自衛隊いいね。よしでこれで回復させておいてリライブ、あ間違えた、うわなんで、うわ最悪、あと2やろ、ハーディンでもいけると思うよね。槍と鉄の剣どっちが強いんだろう、なんか槍のが食らいそうな気がする。マジか、あもう行くしかねえ、死ねなんでこんな避けるの、あマルス様死んでしまうなんて、セーブしたとこからもう一度始めますか、はい、よかったかもしれん、もしかしたらよかったかもしれん、仲間できるかもしれん。